絵をを見ながら質問を聞いいてくださいそれから正しい答えを1から3の中から選んでください31番朝出かけるとき同じアパートに住んでいる人に会いました何と言いますか1お先に失礼します。 二、おはようございます。行ってまいります。三、おはようございます。お元気ですか 三十二番。初めて日本人の家に遊びに行きました。友達の部屋にいるとき、友達のお母さんが部屋に来ました。何と言いますか？一、お邪魔してます。二、お疲れ様です。三、お元気ですか？ 33番友達の家でおいしいものをいっぱいごちそうになりました。何と言いますか 1, ?1 食べすぎたんですよ。ごちそうさまでした。2, 2たくさんいただきました。ごちそうさまでした。3もうたくさんです。ごちそうさまでした。 34番「食事中に嫌いな魚料理をどうぞ」と言われました何と言いますか? 1「魚は嫌いなんですよすみません」2> 2「2魚はちょっと苦手なんですみません」3「3ありがとうございますが」 魚は食べたくないんですよ <noise> 35五番。 友達からパーティーに誘われましたが、忙しいので断ります。何と言いますか ?1、そのうちね。2、2> 楽しくないからね。3、ちょっと忙しくていけない。また誘ってね。 36番パーティーに来ています帰るとき何と言いますか1帰りたいんですが 2, 2そろそろ失礼します3もう結構です 37番友達の留守中に、学生寮に友達のお母さんから電話がかかりました。電話を受けた人が、後で友達に伝えます。何と言いますか 1, 1. 君のお母さんから電話があったよ。2. 2君のお母さんから電話があったそうだよ。3. 君のお母さんが電話をかけたよ38番。 カブでお酒を飲んでいると、隣に座っている人がタバコを吸い始めましたが、この場所は禁煙です。何と言いますか。1あの、喫煙席はあちらですよ。2, 2やめろ。ここは禁煙なんだぞ。3禁煙した方がいいですよ。 39番駅の前まで自転車で来てどうしようか困っている人がいます何と言いますか 1, 1ここに止まらないでくださいね 2, 2自転車置き場はあちらですよ3ここに置くのは反対です 40番、学校の文化祭でお菓子を売っているとき、300円のクッキーに5000円札が出されました。何と言いますか1、1> 細かいのお餅じゃないでしょうか。2>, 2、お釣りが欲しいですか3、両替はちょっと…